B 内なる指導者の瞑想法プログラム1自分が楽な姿勢をとり目を閉じますゆっくり深呼吸を行って気持ちが落ち着いているという言葉を心の中で繰り返します気持ちが楽になりリラックスしたと感じたら次の段階に移ります2自分が気持ちよく感じられる自然環境の場所を思い浮かべます山の頂き 森の中、湖のほとり、海辺など、どんなところでも結構ですが、自分の五感をフルに使って、その場の雰囲気を味わうようにしてください。自分が本当にそこにいるという実感を抱くのです。3、そこに、イメージで、うちなる指導者を迎えるにふさわしい立派な建物を建てます。神社、寺院、教会、城など、どんな建物でもいいのですが、 自分の好みに合う、できるだけ新しい、きらびやかな感じの建物が適当です。周囲は、悪者が入ってこないように、強力な兵士が警護しています。その建物の中に、内なる指導者を迎える場所を用意し、さらに立派な座席を用意し、その座席の周りを美しい花で飾り、座席の前のテーブルに最高の食事と酒を用意します。 王様や皇帝が座る玉座を思い浮かべてもいいでしょう。もっとも、あまり大げさな舞台装置でなくても、お花畑、滝壺のそば、山の頂などの自然の舞台装置でも、自分の感覚にぴったりすれば構いません。これらは、貝イメージで行い、できる限り自分が考える最高のものを思い描くようにします。四内なる指導者を迎える場所の一方は、 大空に向かって開かれており、その大空の向こうの遠くに、まぶしい青白い光が輝いています。その光は、ゆっくり、自分の方に近づいてきます。別に恐れる必要はありません。その光が近づいてくるにつれて、それが輝く白い雲に乗った人間だということが分かってきます。その人間の顔がはっきりするまで、ゆっくり待ちます。 だだんだんその人のの顔がはっききりしてきますその人から受ける感じが親しみやすく快い感じであれば内なる指導者として受け入れます出てきた人物が自分にぴったりせず不快な感じのある時はその人物ではなく自分が考える範囲で最高の人物をイメージしてもいいでしょう神や仏などの空想的存在や 釈迦老子イエス・マリア・ナポレオンなどの歴史上の宗教指導者や英雄や偉人場合によっては映画スターやアイドル歌手などの芸能人でもよく自分が一番好きなイメージを描くといいでしょうできるだけはっきりとその姿や形を目の前に見るようにイメージします顔髪の毛目骨格体つきに至るまで細かく注意してみるのです ごまず内なる指導者に丁重に挨拶します名前を聞いて自分の抱えている問題を解決する力になってくれるよう頼んでみましょう内なる指導者とイメージの中で会話を交わし知り合いになり親友と話す時のように自分の抱えている問題を話し合ってみましょうその指導者が教えてくれる情報にそれがどんな内容であっても 最新のの注意を払うのです情報は話し合いの中から得られることもありますしあるいは指導者の表情の変化や何かを指し示したりする体の動きなどの象徴的なジェスチュア仕草や身振りや手振りから得られることもありますただ無言で見つめ合うことで心を交流させてもいいでしょう何度か指導者に会いその指導者を 自分が大変気に入って全面的に信頼できるようになったらその指導者のイメージが自分の中に入ってきて自分と融合するイメージを持ってもいいでしょう逆に自分が指導者の中に入っていって一つになるイメージでもいいでしょう6ある程度の心の交流が終わったらうちなる指導者に帰ってもらいます丁寧に別れの挨拶をした後。 内なる指導者がゆっくり大空に消えていく情景を見守ります指導を受けた喜びを心で10分味わいます七料理や酒や花をまず片付けその建物から出て元の世界に戻っていくようにイメージします深呼吸をしてその後ゆっくり目を開けてくださいゆっくり手足を動かし背伸びしてから起き上がります この過程はすべてイメージで行います時間は1回20分くらいが適当です場所建物備え物指導者などは細部まで繰り返しイメージしてあたかも目の前に実体が存在するかのように感じられるまでに訓練しますこの方法を試してみて内なる指導者が出現しなかったりイメージがはっきりせず何の助言も得られないとしても 落胆する必要はありません辛抱強く何回もイメージトレーニングを繰り返すことが大切です内なる指導者とは天や霊界などの異次元の世界から訪れるオカルト的存在ではなく自分の心の奥に隠れている自分自身なのですしかし長い間その存在に気づかずにいたわけですから改めて 心の深いところとコミュニケーションを確立するには時間もかかるし根気も必要なのです。以上「内なる指導者」のプムグラムを東洋医学的にアレンジしてみました。このような瞑想法を一人で行うことは危険が伴うこともあります。内なる指導者が全く訪れないか常識的な範囲の心の交流の場合は特に問題はありません。 問題は内なる指導者が非常識な内容を語り始めた時です瞑想状態では非常に暗示を受けやすいため自分自身でとんでもない方向へ精神状態を持っていってしまうことがあります古来より宗教が危険視され宗教というとなんとなくうさんくさいいかがわしいものであるという認識が常識となっているのは実は この点に原因があります統合失調症精神分裂病という治りにくい精神病がありますこの病気はおよそ100人に1人はあると言われ現代精神医学の中心課題となっていますがんと同様ある程度のレベル以上に進行するとほとんど治癒することはなく患者は一生精神病院に入院したままになるか退院しても 正常な社会生活を送ることはほぼ不可能な状態になります。この病気の特徴はどんなに精密な検査機器を用いて調べても肉体的な異常は一切見つからないにもかかわらず幻覚と妄想が起こり患者は普通の人には見えない存在が見えたり見えない存在と語り合ったりします。要する邪悪な内なる指導者の思うままに。 人格を操られてしまう状態になります。さらに進行すれば、患者は全く自分独自の閉鎖された世界に閉じこもってしまい、何もしなくなってしまうのです。邪悪な内なる指導者の指示に従っていると、場合により知らぬ間に、統合失調症、精神分裂病と同じ精神状態に陥る危険性があります。すなわち、 内なる指導者が恐ろしい存在となって命令を下したりお前は神様であると宣言したりします逆に内なる指導者が私は神であると宣言したりしますこのような場合はよく世間で言うように悪い例が憑依したように見える場合もありますがほとんどの場合は自分の深層心理の奥深くに沈んでいる自分自身の性格の表れです このような内なる指導者という存在は、自分自身の心の中のイメージであるということを十分認識しており、自分で心をコントロールできれば問題はありません。しかし、自分は神から選ばれた特別に偉い人間であり、神がお告げを伝えるため自分に下ってきたなどと思い込み始めると、とんでもない方向に心がコントロールされてしまいます。 このような状態が続けばまともな社会生活を送ることはできなくなります。最悪の場合は精神異常を誘発することもあります。リラックスして深層心理を解放すると場合により深層心理の奥に潜んでいる自分自身の悪い性格が表へ出てきて統合失調症精神分裂病と同時よな状態となり。 幻覚や妄想にに悩ままされる状態になりかねません実はイメージトレーニングなど瞑想法の目的は真相心理のレベルから人格を変えてしまうことなのですこの時に元になる人格が十分に浄化されていないとおかしな方向に人格が変わってしまうのですですから瞑想する時には通常のイメージトレーニングのプログラムと並行して人格を 良い方向に浄化するプムグラムを行う必要があります。